してまいりましたので、ただいまから本学の学生が新型コロナウイルス感染症に感染したことに関する緊急記者会見を行います。会見に対しましては、新型コロナウイルス感染症対策のためにマスク着用にて進めさせていただきますご了承をお願いいたします。本日の進行を務めます総務課長久川と申します。よろしくお願いします。本学におけます説明者としまして、学長の本日住晴でございます。よろしくお願いします。教育担当理事副学長の川村でございます。よろしくお願いします。事務局長副学長の佐藤でございます。佐藤です。よろしくお願いします。以上3名が出席しております。よろしくお願いします。はい、本日は遅い時間になりましたが、記者会見にお集まりいただきましてありがとうございます。座って説明させていただきます。先ほど県のからの発表がございましたように、記者会見されましたが、本学の学生9名が新型コロナウイルスに感染していることが分かりました。非常に残念な報告で、ございますけれども、学生、保護者の皆様、また地域の皆様、関係者の皆様には大変ご心配をおかけし、申し訳ありません。本学といたしましては、日頃から感染防止対策を行っていただけに、これまで学生にも教員にも教職員にも、感染防止に関しては非常に注意深く行っていくことを行いましたが、今回このようなことになってしまったことは本当に遺憾でございます。今回感染しました9名の行動歴等に関しましては、配布した資料にございますので、後ほど、須川から、課長から説明していただきます。で、ちょっとだけ経緯をちょっと繰り返しになりますけども、申し上げておきますと、10月16日金曜日、学生から PCR 検査を受けることになったとの連絡がございました。同日の夜、検査の結果、陽性であると、合わせてまた濃厚接触者、それがいずれも本学学生7名でしたが、PCR 検査の交付受けを受けましてあるという因縁の連絡がございました。そして本日、7名全員が PCR 検査の結果、陽性と判明し、本学学生9名の感染が判明いたしました。なお、先ほど申しましたように、この9名に関しましては、知事も詳しく説明されましたが、もう一度我々から報告してさせていただきたいと思います。本学では、感染者の人権尊重と個人情報保護のために、所属氏名等は公表いたしません。報道機関の皆様にはその点ご理解ご配慮をよろしくお願いいたしたいと思います。非常に残念な事態ですけれども、今後はこのような状況を重く受け止め、なお一層の大学としては感染防止対策に進めてまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。以上でございます。お伝えしました資料の方を確認させていただきます。徳島大学学生の新型コロナウイルス感染者の発生についての方の資料でございます。先ほど文字学長から説明しましたと少し重なりますけれども、そのまま確認させていただきます。10月16日金曜日および17日土曜日、本学の学生9名が新型コロナウイルスに感染していることが確認されました。学生保護者の皆様、地域の関係の皆様には大変ご心配をおかけしております。現在までに判明しております内容をご報告いたします。学生の内訳でございますが、20代の男性が5名、20代の女性が2名、10代の女性が2名ということでございます。
学生の状況でございますが、感染が判明しましたこの9名は全員同一のアルバイト先に勤務していたと聞いております。この学生が9名いて、10月11日に日曜日ですね、飲食、カラオケを共にしておりました。当該学生全員が新型コロナウイルスに感染したことがこの度判明したということでございます。この後一人ずつ行動歴を記載してございますが、1例目の丸1と丸2の学生が10月15日木曜日に PCR 検査を受診しますということで大学の方に報告がございまして、その結果が16日陽性として判明されました。丸3から丸9の学生7名につきましては、その濃厚接触者ということで PCR 検査を受診しましたところ、昨日と今日、昨日6名、今日1名ということで陽性が判明しております。一人一人の行動歴についてはご覧いただければと思います。県の方の発表 の順番と少しずれがございますけれども、今日発表された方々と申し上げないようにございます。2ページのみ裏側に行っていただきまして、最後のところだけご確認させていただきます。本学の対応でございます。現在保健所の指導を受けて感染が判明しました学生が接触者の特定を進めております。当該学生の立ち入り先の方につきましても保健所の方から指導をいただきまして、必要な消毒作業を行っております。この月曜日19日の月曜日には全キャンパスの対面授業を休校とします。これにつきましてはもう先ほど学内の通知を流してございます。多分今回のことに関しまして大学病院の診療への影響はございません。今度はこの辺りを目的になお一層の感染防止対策に努めてまいります。ご説明は以上になります。それでは質疑応答に移らせていただきます。ご質問の際恐れ入りますが、会社名お名前をお知らせ願います。よろしくお願いいたします。徳島新聞の藤と申します。すみません、大きめの声でお願いします。徳島新聞の藤と申します。まずこの同一のアルバイト先というところなんですけど、所在地が自治体名と、どういう業種だったか、あと一部には同じ部活動に所属していた方が多くられるというような情報があるんですけど、それが例えば全員が同じ部活動をしていたかどうかなどを含めて教えていただけますでしょうか。はい、それに関しましては佐藤副学長の方からお答えさせていただきます。はい、我々もその昨日から情報収集を始めて、政府的に収集していることなんですけど、その同一のアルバイト先というのは、接客業というふうにお聞きしております。それから最初のお話ですけれども、このメンバーもともとはそのいろいろな学部に所属していて、サークルも様々でございます。唯一共通点というのは、先ほど申し上げありました同じアルバイト先で、勤務していたということでございまして、そのメンバー9人が全員で飲食を行ったというのが、アルバイト先の自治体名の人は徳島市内に打ち上げか何かとか、その辺まで詳しくは解説してるんで、飲み会をしていたところは同じ飲食店
アルバイト先の飲食店だったんですか。いや、それはどうも違うんです。別の飲食店。新聞の担当といいます。先ほど大学病院の診療への影響はありませんということでしたが、あの学部などはもう公開しないということでしたけれども、つまりそういう大学病院に出入りするような学生さんはいなかったっていうことでよろしいでしょうか。はい、あのそれでよろしいです。で 先ほど県の方で、大学生と大学院生と伝えましたけれども、そうです、そうです。はいはい、あのそこはもうあの病院は全然関係ありませんので、はい、はい、全く関係ありません。はい、ありがとうございます。あの知事にも申し上げ、あのおっしゃっておられましたけれども、まあ、このクラスターの発生は大学で発生したものではなくて、はい、あの大学以外のところで発生したものでございますので、あのもちろんあの今回学生であるのは間違いないんですけども、そういう意味で、あの学内において現在何か非常に問題があるということはないんですけども、一応の人のために、あの一応月曜日は処刑を取っておかないようにという対応を取っております。これも慎重のため、あの念のための対応でございます。あの大学の側のですね、はい、まあ、本日のご対応を、はい、本日、昨日から、例えば、まあ、今日は消毒を行ったということなんですが、そういう意味です。どういうところをこう消毒されたのか。あのこれは保健所の指示に従いまして、あの、いわゆる PCR で陽性だった学生が関係したと思われる場所を、学内のものが、まあ、日頃からですね、あの、きちっと、アルコール消毒等をあのやっておりますので、この感染にあるにもかかわらず、日頃から毎日そういう消毒をやっておりますので、あの、特に問題はないと思いますが、念のためにもう一度、そこは消毒したというふうに、聞いておりますけれども、こう、変わらずにそれでよろしいですか。その通りです。例えばその具体的にはどういうところを、あの教室であるとか、はい、ゼミであるとか、課外活動施設であるとか、はい、あの川村の方からお答えします。先ほど知事の会見でもご披露がございましたが、学生によっては練習という形式の授業に参加しております。そのため、演習に、用いた、教室、これもあのもちろん、先ほど学長が、申し上げましたように、日頃からアルコール消毒等をしておりますが、念のためにその演習等で用いた教室を、再度、ドアのノブですとか、あるいは、椅子の肘の部分、それから、机の上とか、そうしたところを消毒したという形になります。何人ぐらいの職員の方が出られたのか。何人ぐらいの職員の方がそういう対応に当たられた。あ、対応したか。人数ですか。役員の方なんですか。それをちょっと分かります。はい。ちなみにキャンパスは城崎マトクラのところ両方。
でお伝えいたしましたし、来れない方は遠隔で会議に参加いたしていただいて、いろいろ協議してもらいました。それから今回の記者会見をしますよというような発表を持ち寄りで、我々も本学の教職員、それから学生に対して、今回このような形で学生の感染が発生しましたということでお知らせするとともにですね、さらなるの感染症対策をしてくれるというようなことを周知をしているところです。通知はもうメインはもうホームページで、例えば保護者とか学生全員に連絡をしたとか、それもあるから、ホームページプラス、教職員から学生にメールで通知をさせていただいております。あ、メール学生にも全員ですか。はい、大学の最新メールがございまして、学生用と教職員用がございますので、それを用いてメールで通知しております。保護者はですね、全員たちがちょっと無理なので、まあ、ホームページで見ていただくというので、ホームページにもちろん来ていただきたい。メールのその内容なんですけど、まさっきどういう内容、はい、メールの内容なんですか。メールの内容なんです。今、記者会見してきますように、9名の、感染者が、うち本学の学生が発生しまして、それで、メインはですね、月曜日は、一応、念のために、対面の講義に関しては、全て、やめるというふうにお知らせしております。学生だけですね、学生には講義しています。で、教職員に関しましては、より一層感染防止対策に気をつけてくださいという旨のメールを流しております。それから最後に、ですございます。今回の休日なんですが、はい、所属の学部はお伝えしないということでしたけれども、はい、キャンパスとしては上山寺の学生もいるし、蔵元の学生もいるということでいいでしょうか。一応全キャンパスをというふうに念のためにしております。感染者の所属する学部としては上山寺の学部もあるし、蔵元の学部もあるということでしょうか。これは、どこまで公開していいのかちょっとわからないですけど、それはいいですね。じゃあ、両キャンパスの学部にいた学生です。それぞれどの学生がどちらのキャンパスの学生かというのはこう公開していただきます。はい、個人情報を分けしますので、しないと。はい、それでいたします。対面の講義は月曜日に必要ということなんですけれども、はい、その他は工学部とか研究活動で研究室に出入りすることはそうなんですけれども、はい、その出入りを禁止するまではいけないということですか。いや、登校ってキャンパスに来ることを禁止しております。キャンパスに来ることを禁止しております。月曜日だけですね。で、今後どうする、月曜以降どうするかというのは、月曜日に危機対策本部会議を開催いたしまして、そこで本学の BCP をもう一度基準に合わせて、その日のうちに全学に通知する予定でございます。月曜日、今のことは月曜日、はい、月曜日に通知するとか、はい、専門家を交えて会議を行いまして、そこで決めたいと思います。とりあえず月曜日は学生とも教職員も立ち入りとしてはい、教職員、学生だけです。生徒は基本的に立ち入りとして、はい、これは、福山本さんにも要望ということですか。学生だと、ね、すみません、毎日新聞の横手です、はい、10月11日から徳島市内で飲食をしていたと伺っているんですけども、大体時間って何時くらいからなんでしょうか。何時から、はい、夜から、例えば昼からずっと一緒にいてですか。まあ、ちょっと私はそこまで把握してないんですが、何かご情報ありますか。その飲食を始めたのは一応夜からだと言いますけども、その前の行動までは一緒かどうかだ
がおっしゃった以上の情報は持ってません。9月23日だったということで10月1日です。8月1日です。
あ、10月1日から全然ありがとうございます。あの月曜日になってからだと思うんですけど、まあ、とりあえず19日に、まあ、解除したと下半期がですね、またあのしばらく全面オンラインになるとか、まあ、最悪の場合登校禁止をしばらくそういう措置を取るとか、まあ、そういった可能性についてはどうでしょう。それも本当に状況に応じてもうその場その場で判断していかないと思いますので、あの状況を、まあ、本当にあの何ていうかもうその場その場で判断していくしかないと思います。それがあまり許されないと思いますから、許されないと思います。比較的ですね、まあ、平常に戻りつつあった現状で、まあ、こういった実態になってですね、まあ、大学側の先生、先ほどとちょっとかぶるかもしれないんですけど、まあ、受け止めのようなところ、非常にあの残念な結果で、本当に、大変なんですけども、ただ、ある意味でその感染症というのは、どういう場合にも起きるので、まあ、もちろんあの注意は絶対にしていくべきだし、あの対策はきちんとやっていかなきゃいけないんですけども、まあ、しかし、完全に抑えられるということはないと思いますので、まあ、その点はですね、あの我々もその、ある意味で、寛容性を持って対応しなきゃいけないなと思っております。ただ、まあ、非常に残念ではありますが、でまあ、あの我々としてはこれ以上絶対に拡大させないようなことをまた改めてですね、あの学内に周知していきたいと思っております。大学病
行おうという。はい、頑張っていただきます。ありがとうございます。